日本東京都北区王子王子は東京都北区の町名。現行行政地名は王子1丁目から王子6丁目。郵便番号は114-0002位。東京都北区中央部に位置する。西で京浜東北線、中央南北に国道122号がそれぞれ縦貫している。京浜東北線、東京メトロ南北線の王子駅から 北本通り沿いは、王子随一の繁華街である。北側で、神谷、隅田川をまたいで、足立区に行った、東で、豊島、東南で堀船、南で、西ケ原、西南で滝野川、西で、岸町、北西で、東十条と接する。また、西の大人し橋付近でわずかに、王子本町と接している。昭和40年代までは、 旧王子製紙の工場や社宅が多く立ち並んでいた。その後相次いで閉鎖され、商業施設、サンスクエアや王子五丁目団地などが建設された。住宅地の地価は2018年1月1日の工事地価によれば、王子2-6-16の地点で40万7000円、平方メートルとなっている。広域地名としての王子は以下の範囲を指している。 1939年の町名整理実施以前の東京市大地区大地町町村聖志港時点での北豊島郡大子村大技地にあたる区域おおよそ現在の大地1から6丁目大地本町1から3丁目岸町1.2丁目東十条3丁目にあたる町村聖志港時点での北豊島郡大地村の区域現在の北区大地地区大地町が 東京市に編入された時点で成立した王子区の区域。上記王子町に旧岩淵町を加えた区域。現在の北区王子地,地区及び赤羽地区全域。北区の成り立ちから、同区は王子を含む以下の地域を総じて王子地,地区と呼称している。狐の行列、吉爪木によれば、源の頼朝が隅田川を溶かして王子板橋に至ると書かれている。 平安時代後期から室町時代にかけては、上中里に位置する平塚城を本拠地とする都市町が支配する都島町の一部であった。落語、王子の狐などで知られる茶屋、扇や音無し川を挟んで庭園を持っていた。王子という地名については、新編武蔵風土機構によれば、現在の岸町周辺にあたる岸村が、鎌倉時代後期の原稿2年、都市町がこの地に、 キームロ君熊野若一王子を勘定したことから王子村と解消したことが起こりとされる。これが現在の王子神社であり、王子神社の伝学として著名な帰宅指定無形民族文化財。王子伝学は王子宮勘定の際に創生された魔よけの伝学芸能とされる。江戸時代になると王子村の中心には日光成街道が通って江戸の市街と直結され、 18世紀には、八代将軍、徳川吉宗によって、飛鳥山に桜が植えられたことをきっかけに、江戸市民が頻繁に足を運ぶようになった。飛鳥山の花見人気とともに、王子村の岸にある王子稲荷神社がもともと東国33カ国の稲荷社の僧領を辞任していたこともあってか、参拝客が増え、料理屋や茶屋が立ち並んで、江戸郊外の手軽な行楽地として、 人気を集めた。狐火の伝承をもとに毎年大晦日には狐の行列が催される。明治時代に入ると王子村は周辺の村々が合併して新たな王子村となり、旧王子村が大技王子として新設された村の中心となった。1875年になると大地東の定地に日本で最初の養紙工場が創業を開始した。翌年には印刷局が その隣接地に印刷所を設立し、石神川隅田川に沿った一帯の低地に工場が建設され、始める。1883年には、高崎線の上の熊谷間が開通すると、大子駅が設けられた。その後、工場進出が進み、大正の頃までに、薬品、肥料の民間工場や、火薬の交渉等が次々に生まれ、東京市北港で、 屈指の工業地域に成長する。1911年には、王子電気軌道の路面電車が、王子駅をターミナルとして営業を開始し、近隣の工場へ通勤する行員のため住宅の建設が進み始めた。1932年に王子町は東京市に合併され、北の旧岸淵町とともに王子区となる。この際、東京市の設置した町会町名、 地盤整理委員会の定めた六方針のうち、大技をもって地盤区域とする、町村境整理は、大技の区域をもって、新町とすること、大技の区域があまりに広く、一般に小技を使用しているもの、または、数章字を総称する、地方名のある時は一章字、または、数章字の区域をもって、新町とすること、大技の一部が、他の大技に散在し、または、 他町村に飛び散している場合は全校になろうとの方針によって、大技王子は、王子区と滝野川区の予定地にまたがっていた、王子村大技、滝野川を合わせて、王子区王子町となった。この際に町名、阿ざ名としての王子は一旦消滅したが、王子町の当藩が下十条町の一部を編入して、王子区王子一丁目から五丁目となり、町名としての王子が復活した。 この時王子町の一部、王子稲荷神社付近は下十条町の一部と合併し岩町となった。ただし、軍用地を中心とした残余は王子町のままとなり、この王子町の名が残された地域は後に王子本町となる。東京都政により、東京市王子区が東京都王子区になって、あと1947年に南の滝野川区と合併して、 東京都北区を構成することになり、王子区王子は北区王子となった。1945年4月13日の東京大空襲をはじめとする戦災の結果、王子駅前や近隣が焼け野原になり、戦後焼け跡の王子駅前には闇市が立った。核となる軍需工場を失った工場群は撤退をはじめ、団地や住宅が建設されると近隣上の 騒音郊外等の問題から、さらに撤退を余儀なくされ、京浜東北線沿線の住宅地となった。1965年7月1日に、現在の東十条3丁目を分離し、住居表示が実施された。世帯数と人口は以下の通りである。おおむね横ばい傾向であるが、王子5丁目については2018年、工場跡地に、 ファミリー向け大型マンションが建設され大きく人口を増やしている。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 王子駅がバスターミナルになっており、多数の系統が発着する。芸能、放送、編集ありがとうございます。